今後のことですが、やはり一度東の大陸の調査計画を見直すべきとの結論が出ました。え、どうしてですか？東の大陸の調査は今のところリスクに対して得るものがあまりに少ないからです。そうだよね。危ない思いをして遠くまで行ったってすぐにステラードが変わるわけじゃないし。ええ、残念ながらその通りです。あなた方もですが、中央独自の調査も遅々として進んでいない状況ですからね。装置を修理したという錬金術師さんには力を借りられないんですか？力を貸してくれるつもりがあちらにあるのなら、応急措置など必要なかったでしょうね。でも、もしかしたら。その人物のことは私も情報でしか知らないんです。興味があるなら会長に聞いてみるといいかもしれません。水源管理は会長の管轄ですし、その錬金術師に直接関わったのはあの方ですから。とりあえずフィリアンさんのところに行ってみるしかないかな。水源管理装置を修理した錬金術師のことだと？そんなことをなぜ知りたがる？その人なら黄昏のことをもっと知っているかもしれませんから。君が知りたいのは黄昏のことではなく、村を水枯れから救う方法ではないのかね？そういうつもりじゃ。ではどういうつもりかね？私の村とこのステラードで起きていること、無関係だとは思えないんです。だから今は錬金術師としてできることを探すのが私の役目だと思っています。なるほど、立派な心意気だ。ナディの娘も同じ目的でここへ来たのか？はい、私も自分の手でこの町を助けたいと思ってます。母親のことを顧みずともか。皆さんのために今私ができることは全然ないんです。ならせめて母さんの喜ぶ私になりたい。そうか、いいだろう。リンカ、教えてやれ。はい。管理装置を直した錬金術師はキース・グリフ・ヘーゼルダインと言います。キース・グリフさん。前時代の錬金術に関する研究のためにこの町を訪れたそうですが、その際偶然装置の故障を見つけたそうです。どんな人なんですか？愛想は悪いが嘘は言わん男だと私は感じたよ。それからオートマタを付き人として連れていたな。それでそのキースさんという方はどちらに向かったのでしょう？さあ、ただこの地域に興味を抱いていたようですから、付近のどこかで調査を続けている可能性はありますね。そうですか。知りたいことがあれば自ら動く、それを信条としているそうだからな。君たちも調査を続ければいずれ会えるだろう。そんな悠長な。そうやって長い時間をかけてやるものなのだよ、真理の探求というのはな。もういいか、私の知っていることはそれくらいしかない。はい。フィリアンさん、ありがとうございました。一度船に戻りましょう。情報をまとめないと。うん、お邪魔するね。結局分かったのは名前くらいでしたね。すごい錬金術師でオートマタを連れてる、それだけでも十分じゃないかな。少しでも早くその人に会って話を聞きたいんです。黄昏のこともわかるかもしれないし。ソウルさんも言ってたけど、私たちは私たちなりに調査を続けた方がいいんじゃないかな。そんな、キースさんに会えば
全てわかるかもしれないのに。何もわからなかったらどうするの？ずっと人任せにしてばかりじゃ何も解決しないと思う。私が人任せにしてるってこと？そういう意味で言ったんじゃないけどさ。そういえばペディアンさんのところでお母さんの話をしてましたけど、別に。それこそ人任せになんかできないことだから。そんなこと。シャリーちゃん、これからどうする？私はキースさんを探したい。早くロギオ村の問題を解決しないといけないから。やっぱそっか。まあしょうがないよね。しょうがないって。結局シャリーちゃんにとってはこの町の問題なんて他人事なんだよね。どうしてそんなこと言うんですか？ひどい。じゃあどうして私たちで何とかしようと思わないの？キースグリフなんて会ったこともない人に頼ってさ。それは他に解決方法が見つかってないからで。大体シャリーさんこそ私の村のことなんて他人事なのよ。ステラードはまだ水枯れが始まったばかりだからそんなにのんびりしてられるんだわ。のんびりって何？私だって一生懸命したいこと。別れちゃったね。はい。目的が違うなら無理して一緒にいる必要はないと思います。うん、そうだね。私、母さんのこととかステラードのことで忙しいし。大陸にも行けないみたいだしね。とりあえずいつも通り仕事をしたら。いつも通りって、今は緊急事態ですよ。ステラードから水がなくなっちゃうかもしれないのに。そうやってぼーっと歩いてたらなんとかなるわけ？そうじゃないんですけど。ならとりあえず手を動かすことよ。あんたは頭で考えるタイプじゃないでしょ。そんなことないですよ。そんなことあるわよ。だってあたしもそうだから。師匠も？そう。だから悩みそうになったらとりあえず体を動かした方がいいのよ、あたしたちみたいなのは。そっか、そうかもしれませんね。ほら、ソウルのとこでも行って仕事もらってきたら？はい、そうします。よし、私は私にできることをやるぞ。お仕事お仕事、報酬そこそこ。ラウルさん、ソウルさん、こんにちは。今日は一人なのか？珍しいな。別にいいじゃないですか。それより何か仕事ないの？今は、外界の調査などはどうですか？あなた方にはうってつけかと。外界？船がいるよね。当たり前じゃないですか。だから頼んでいるんです。ソウルさん、私ここんとこ
ずっとステラードから離れてたし、何か町のためになることをしたいです。町のですか。それはちょっと想定していませんでしたので、すぐには準備できません。何か見繕いますから、待っていてもらえますか。あ、お願いします。お前の外の調査はどうなるのか。何かあったのか。いえ、船での調査も近いうちに引き受けますよ。シャリちゃん、お帰りなさい。ごめんね、今日はちょっと疲れてるみたいで。ちょっと、大丈夫なの？私のことはいいから、休んでなよ。いいの、少しすれば収まるから。それよりせっかく来たんだし、いろいろとお話聞かせてね。ダメダメ、私はいつも通り元気いっぱいでいなくっちゃ。シャリちゃん、今日は早いのね。母さん、起きてちゃダメだって。あら、お母さん元気よ。こないだ倒れた人が何言ってんの。寝てて。あらま、怖い怖い。母さん、私最近ラウルさんにいろんな仕事を任せてもらえるようになったんだよ。そう、さすが私の娘ね。シャリ、商会長さんにもお仕事のお話させてもらえるかもだよ。だからシャリちゃん、頑張るのはいいけど、ご飯もちゃんと食べるのよ。食べないとすぐにお腹がペコタンなんだから。ラウルさん、仕事終わりました。おお、お疲れ。今日も一人か。まあ、珍しく歯切れが悪いじゃねえか。お前ら何かあったのか。別に何もないですよ、元気です。そうか、まあそれならいいんだが。ソウルさん、頼まれてた書類中央に送りました。ああ、お疲れ様です。エスカさん、どうもどうも。あれ、シャリーちゃん来てたんだ。はい、私も仕事をしなくちゃいけませんし。そうだよね。あ、そういえばシャリーちゃんのお母さん、具合が悪いって聞いたけど平気なの？え、どうしてそれを。この前、もう一人のシャリーちゃんがキースさんに聞いてたの。女の病気がどうとかって。シャリーちゃんはあまり具合良くないの？あ、いや、大丈夫です。母さんはいつも通りにしてますから。そっか、なら良かった。私もできることがあれば協力するから、何でも言ってね。はい。おい、行かなくていいのか。え、どこへ。そりゃシャリーのところしかねえだろ。どうして。言いたいことがあるって顔してるぜ。私、シャリーちゃんにひどいこと言っちゃったんです。だから。グダグダ言ってねえでさっさと行きやがれ。はい。もう一人のシャリーちゃんもきっと待ってるよ。すごく気にしてたから。あいつはお前を拒んだりしねえよ。ほら、行ってこい。うん。な、
何？コルテス兄様、私別にグズグズしてるわけじゃないの。ただ準備が。準備って何の準備？シャリーさん、母さんのことはありがとう。あ、まだ解決したわけじゃないの。それに私勝手に立ち入っちゃって。本当だよ、こそこそ聞き回らないで直接私に聞けばいいのに。だって聞いた時答えてくれなかったじゃない。どこぞの錬金術師さんなんかに舞い上がってる子に言うような話じゃなかっただけだから。な、じゃあその錬金術師さんに頼る必要がないくらい錬金術が使えるようになったわけ？自分ばっかり頑張った顔したって何も変わってないじゃない。結局私と同じなんでしょ。私ステラと同じだよ。シャリーさん、背伸びしてすぐ舞い上がって口だけはでかいこと言って、でも本当は全然強くないんだ。母さんのこともステラードのことも何も分かってなかったし、私も実はなんで族長代理になったのかよく分かってなかったの。心のどこかで、まあいいや、誰かが何とかしてくれるって思った。できなくて。ねえステラ、私たち似てなんかいなかったんだ。名前が同じだけで全然別々の人間だったんだ。シャリーさん、だからさ、私の都合とステラの都合が違っても当たり前、考え方が違っても当たり前、それでも出会って友達になれたんだ。ステラ、あんたがいるから私前に進めてたんだ。気づくの遅すぎ。シャリーさん、ううん、ロッテ、あなたがいつもまっすぐだから私その強さに甘えてたの。私族長の娘じゃなくて私のために答えを出したい。ロッテ、こんな私のそばにいてくれる？当たり前じゃない。ステラ、なんで泣くの？ロッテ、ロッテ、あとこれミカさんからロッテに言って。リンコさんが、私ちゃんと渡せた、自分で渡せたよ。ステラったらもう泣かないでってば。こうして私たちは仲直りしました。前よりもずっとお互いが隣にいてくれるって。まだまだ不安なことだらけですが、私たち前へ進もうと思います。オートマタ、なぜこの世にはオートマタが存在するのか。オートマタ、オートマタ、ああ、なんと崇高な響きだろうか。アル、大丈夫？
なんだシャリーかい。なんだってあんまりじゃない？っていうかなんでオートマタって連発してるわけ？ああそれね、それは僕がすっかりオートマタに魅了されてしまったからなんだ。へえ、それにしてもなんでいきなり？実はさ、ついこの間別の町からやってきた錬金術師に出会ったんだ。なんて言うんだろう、一目見た瞬間に衝撃が走ったんだよ。ああ、僕が待っていたのはこの人だったんだ。その錬金術師がアルの運命の人だったってわけ。どうしてそんなひどい間違いができるんだい。その錬金術師はヒゲのおじさんだよ。僕が心を捉えられたのはその助手のオートマタの方なのさ。そうなんだ。あとは寝ても覚めても彼女のことが忘れられないんだ。今だってそうさ。オディーリアは何をしているんだろう。なんだ、要は一目惚れってことか。ああ、でも誤解しないでおくれ。何も外見だけで好きになったわけじゃないんだ。喋り方や歩き方、彼女の持つ控えめでありながらも圧倒的な存在感、全てが僕を魅了してやまないんだ。なあオディーリア、君は最高だ。この哀れな男に君の全てを見せておくれ。とまあそんなわけで、オートマタを調べていけば彼女の魅力を解明することができるかと思ってね。どうだい、僕の気持ち伝わったかな？うん、よーくわかったよ。アルが案外めんどくさい男だったってことがね。エスカさん、ご機嫌ですね。何かあったんですか？あ、昨日故郷から手紙が来てたのを思い出してたんだ。やっぱり故郷のことは気になるから。故郷のお手紙ですか。どんなことが書いてあったんですか？リンゴの収穫が始まって今年はいつもより豊作なんだって。あとは支部のお仕事の話とか、私がいなくてもちゃんとやってるから安心しろって。複雑な気持ちだよね。いいお便りなんですね。いいな、私も故郷から手紙来ないかな。それでその同僚ってエスカさんの何なんですか？なんでそんなこと聞くの？何って言われても、一緒に仕事をした仲間だけど。ただの同僚から手紙をもらってそんなに嬉しいのかなって。嬉しいに決まってるじゃないですか。私も故郷のことはすごく気になるし。そうだよ、普通のことだよ。シャリーちゃんの故郷もすごく遠いんだっけ？エスカさんは寂しくなったりしませんか？それは時もあるけど、故
ここに来たおかげで二人とも出会えたし、こうして手紙も来るし大丈夫だよ。エスカさん、それでその手紙は誰から来たんですか？またそこに戻るの？もう勘弁してよ。私の店にようこそ。どうぞごゆっくりなさっていってね。はーい、買うかわからないけどゆっくり見ていきます。本当にいつお会いしても愉快なお嬢さんですこと。ローゼさんってこんなに機嫌よく笑う人だっけ？なんだかお店の品物が見たことない貴重なものばかりになってる気がするんですけど。もちろん前も素敵な品揃えでしたけど。お分かりになって見る目のあるお客様方で嬉しいわ。でもそれはあなた方のおかげでもあるんですの。え？私たち何もしてませんけど。まあご謙遜を。あなた方の努力なしではサンドドラゴン討伐は難しかっただろうって皆さんおっしゃってますわよ。いや、それほどでもありますけど。ええ、おかげで私も回収に向かえる地域が広くなってお礼を言わなきゃいけないと思ってたんですの。ということはこの貴重な品物はみんな。ええ、みんな新しいお客様からいただいてきたものですわ。どうぞゆっくり品定めしていってくださいね。ローゼさんの言うお客様って。待って、それ以上言うのはやめておこう。ただいま。母さん、調子はどう？シャリちゃん、お帰りなさい。薬のおかげか、最近は随分調子がいいの。本当？よかった。でも無理はしないでね。絶対だよ。大丈夫よ。私はシャリちゃんの母親なんだから。これくらいへっちゃらよ。それに、せっかくあなたのお友達が頑張ってくれたんだもの。私もそれに応えなくっちゃね。母さんってば。さあさあ、それじゃあ久しぶりにごちそうでも作ろうかしら。シャリちゃん、ちょっとお手伝いお願いね。はい、今日のご飯は何だろうな。お肉か魚が食べたいよ。ステラ、本当にありがとう。悪かったわね、急に手伝わせちゃって。全然、ちょうど時間空いてたし、これはこれで勉強になるしね。お邪魔します。いらっしゃい。あ、やっぱりロッテもここにいたんだ。ステラ、どうしたの？なんだかいい匂いがするけど。みんなで食べようと思ってお菓子を買ってきたの。さすがステラ、気が利くね。あー、食べた。お腹いっぱい。もうそんなに食べたら夕ご飯が入らなくなるよ。もう入らないと思う。ナディさん怒るんじゃない？大丈夫だよ。基本的にうちの母さん適当だから。それ大丈夫なのかな。それよりステラ、このお菓子どこで買ってきたの？すんごい美味しいね。だよね。実はこれソウルさんおすすめの店で買ってきたの。
さすがソウルさん、今度ありがとうって言っておこったわ。あ、ステラもありがとね。いいの、私も食べたかったから。私、仕事しなきゃ。二人とも、お茶が終わったらもう帰って。え、ミルカ？どうしちゃったんだろう。私、何かしちゃったかな。だいたいいつもあんな感じだけど。リルベル師匠、そろそろ空を飛ぶ方法を教えてくださいよ。あー、もうしつこいわね。だって師匠ってば全然飛行術について教えてくれないじゃないですか。だって魔法使いの私に何を教えろって言うのよ。あんたね、少しは自分で考えてみるってことをしなさいよ。本当に空を飛びたいならそれくらい当たり前でしょ。この調子でなんとかごまかすしかないわね。そうですよね。シャリー、本を読んだりはしたんです。でも手がかりにはならなくて、いくら考えてもどうすればいいかもわからなくて。何をすればいいかわからないって、あの頃の私みたい。それで考えれば考えるほど怖くなってきちゃったんです。やっぱり私には錬金術の才能なんてないのかな。でもこの子はめんどくさいからって投げ出した私とは違う。ああ、もう暗くなるのは禁止。明るいのが取り柄なんだから。あんたはアホみたいに夢を語ってればいいのよ。え、まずは体を動かす。話はそれからよ。何十回何百回とほうきにまたがってみなさい。ほうきに乗って自分が飛んでいくところをイメージするの。体と気持ち両方に空を飛ぶイメージを覚え込ませるのよ。なるほど、わかりました師匠。ほうきに乗って飛んでる自分をイメージ。あんたほんと立ち直り早いのね。このままちょっと走ってきますね。周辺に生息するドラゴンだって。ああ、わかると思うが、ハンターが一番恐れてるのがドラゴンなんだ。腕に自信がない人がトレジャーハンターをするのもどうかと思いますけどね。どうも、ひょっとして私たちに内緒の儲け話かなんか。いや、この地域周辺に生息しているドラゴンについてだな。その駆除をコルテスさんに頼めないかと思いまして。あ、やっぱ内緒の儲け話じゃん。ドラゴン討伐はシャリーが嫌がっていたから内緒で話を進めたかったんだが。別に内緒で話を進めなくても。もう聞いちゃったから関係ないよね。ではドラゴン討伐は引き受けてくださるということで。ま、俺には断る理由はないからな。嫌ならそのままにしてもらってもいいぜ。わかりました。私がちゃんと自分で決めます。おう、シャリーか。いいところへ来たな。え、なになに、仕事？そうだな、お前らがいいか。そう、仕事だ。最重要任務だ。最重要任務？静かに。はい。誰からの依頼なのかは言うことはできん。だが話が大きく広がらないようにとの注文だ。それで任務というのは何ですか？
ペリアン氏の秘書のリンカ嬢。彼女に好きな人はいないかを聞いてきてほしい。なんだか難しそうな任務を受けちゃったな。でも手間はかからなそうだよね。うまく進められればいいけど。リンカさん、ちょっとお話が。自分に用とは一体何でしょうか。そのですね、聞きにくい質問なんですけど。必要ならば他言はしませんが。そのリンカさんって好きな人って、そのいたりします？好きですか。そうですね、会長のことはもちろん好きです。アルバート様も同様です。あ、もちろんお二方のことも好きですよ。そのそうじゃなくて、個人的に好きな人っていうか、その、申し訳ないのですが、質問の意味が分かりかねます。うわ、こりゃ全然ダメかも。あれ、なんか珍しい組み合わせ。でも楽しそうだね。おや、君たちか。ひょっとしてソウル君に用事かね。お邪魔してすまなかったね。さ、僕らはそろそろおいとまするとしようじゃないか。ああ、久々にお前さんのしかめっ面を拝めてよかったぜ。じゃあな。まったく、相変わらずな人たちですね。ソウルさんってあの二人と仲良しなの？彼らと友人になるのはスラグの生態を解明するのと同じくらい難解ではないですかね。それはちょっと言い過ぎな気も。冗談です。ハリー氏は私の故郷にも支援をいただいた方ですし、もう一人も関係者です。滅多なことは言いませんよ。ということで顔なじみくらいにしておきましょう。で、それでも顔見知り程度なんですか？久しぶりに顔を合わせたと思ったら、まだ見ぬ秘宝を探してみせると宣言された私の身にもなってください。会ってから間もない私でもハリーさんらしいなって思います。まあ悪い人ではないですし、何よりも彼の功績の一部は中央でも注目されつつありますから。やっぱりすごい人なんですね。まあ端的に見ればという条件付きですがね。ハリーさんたちとソウルさんって実は仲が悪いのかな。忘れ物ですか？いやいや、今度は君たちに用事があってだね。何も聞かずに断った方があなた方のためですよ。実はね、この近くの遺跡にまだ見ぬ秘宝が隠されているという情報があるのだが、前途有望な君たちにぜひ秘宝発見の感動的な瞬間を味わわせてあげたいと思ってね。大丈夫で。どうかね君たち、この僕と一緒に遺跡調査の冒険へといざ赴かん。ちょっと考えさせてください。待ってください。失礼します。おや、どこへ行くというのだね。では決心がつくまで私の体験を大いに語らせてもらうとしよう。まったく、だから何も聞かずに断った方がいいと言ったんです。本当に悪い人ではないのですが。
お、お前らか。ちょっと来い。趣味はどうだった？極秘任務、もう接触したんだろ？ああ、それがですね。いない？よし、ご苦労だった。依頼主にはきちんと伝えておくからな。あの、どうしたんですか？ちょ、ラウルさん、報酬！リンカさん、どうも呼び出したりして、何か会長に直接伝えるのはまずいような要件でしょうか。よろしければ自分からそれとなくお伝えしますが。いや、その会長じゃなくて、何でしょう。あ、そうだ、ホムラがリンカさんによろしくって。ホムラがですか？先ほど会ったばかりなのですが。そうなのか。そうじゃなくて、そう、今日はいい天気ですね。はい、毎日似たような感じではありますが。そうですね。その綺麗ですね。はい、何がでしょう。え、そう、この水源がいい天気だから、こうキラキラと。はい、そうですね。この水源は絶やしてはいけません。それは会長もよく語っていらっしゃいます。じゃあそういうことで、ペリアンさんにもよろしく伝えててくれ。あ、はい、お伝えしておきます。何だったのでしょうか。ラウルさん、ダメダメじゃん。見なかったことにした方が良さそうだね。確かに。なんだお前ら、まさか見てたのか。いえ、一体何を見た。別に何も。ごめんなさい、言えません。まあ依頼主と話してみてつくづく思ったぞ。やっぱり男は仕事だとな。仕事に生きる時こそ男は輝くってな。ラウルさん、元気出しなよ。はっきり言わないと通じない相手っているもんだしさ。まだまだ終わってないって。お前らに哀れまれるようじゃ、本格的に終わってるじゃないか。まあいいってことだ。別に隠れ来ちゃいねえぞ。そうだ、お前らにこれをやる。どうせ俺にはいらねえものだからな。さあ、仕事だ仕事。
ことが仕事だ。あれ、ミルカ。ここで会うの、なんだか珍しいですね。ちょっと、依頼があって。水臭いな。そんなの私たちに任せてよ。って言ってる跳ねっ返り娘がいるが、どうする依頼人殿。別に構わない。よし、じゃあ契約成立だな。今回の依頼内容は何か研究に使える素材を集めてほしいんだっけか。そう、できれば前時代の遺物がいいだそうだ。俺は錬金術には疎いから、そんなもんがどう研究に役立つのかはわからないが。まあお前らなら大丈夫だろう。同じ錬金術師として気持ちもよくわかるだろうしな。シャルが変なものを拾ってこないよう見張り、よろしくね。任せてください。ちょっと二人とも。お前ずいぶん信用ないんだな。おお、君たち、いいところに来た。今日は君たちに教えを請いたいことがあってね。答えられることなら何でも。でもハリーさんに教えられることなんてあるのかな。なに、簡単なことだよ。おっと、その前に、君たち、世界の秘境からという本を知っているかね。いえ、初めて聞きました。聞いたことないな。そうか、それは由々しき事態だ。若者の知的好奇心の育成のため、この貴重な文献を送らなくてはならないようだね。え、いいんですか、そんな貴重なものを。世界の秘境から、ハリー・オルソン著。あれ、そう、それは僕が初めて上司した作品でね、各界から絶大な反響を持って迎えられたものなんだよ。なんか怪しい本だけど、ちょっと面白そう。いやいや、長さんの言葉は結構。僕はそんなものを求めているわけじゃないからね。それに、過去の栄光に浸ってばかりはいられないんだ。僕には未知なるものをこの世に紹介する義務があるのだから。というわけでね、この地方でも何か興味を引く事象があれば、次の作品に取り入れたいと思っているんだ。そこで君たちに協力を仰ごうと思ったわけなのだよ。何かあったらいつでも連絡してくれたまえ。はあ、もしかしたら連絡するかもしれません。あれ、アルも来てたんだ。うん、紹介の依頼品を受け取りに来たんだ。その割にはいつまでも油を売ってるみたいだけど。そんな、ミルカがお茶を出してくれたんじゃないか。意地悪しちゃダメだよ。あんたもいちいち真に受けないの。別に。勘弁してくれよ。僕が繊細なハートの持ち主だってことはよく知ってるじゃないか。本当に繊細な人がそんな自己申告するかな。シャル、たまにはいいこと言うじゃない。ちょっと待ってくれよ。昔君たちに散々泣かされたことを忘れたとは言わせないよ。そういえばそんなこともあったね。覚えてる。
だってアルバート泣いてばっかりですごく鬱陶しかったから。そういうことを覚えててほしいわけじゃないんだけどな。あ、でもアルが泣いちゃった時ミルカがいつもそばで待っててあげてたよね。私も覚えてるよ。覚えてない、そんなの記憶にない。そうだった、ミルカって昔からしかめっ面だったけど泣くとちょっとだけ優しくしてくれたんだよな。今度ミルカに冷たくされたらいっそのこと泣いてみようかな。それすっごくいい、ぜひ試してみよう。そんなことしたら牢に放り込むから。ミルカだと本当にやりかねないから怖いな。あれ、ミルカが優しいって話になってなかったっけ。そうだっけ。だけどたまにこうして君たちと話すと昔を思い出してホッとするな。あんたはペリアン商会の後継ぎだもの、いつまでも子供じゃいられない。ぐさっとくるな。本当のことを言ってるだけ。ミルカだってすっかり一人前の錬金術師だしな。ブラブラしてるの私だけか。私は別にまだ一人前じゃない。みんな大人になっていくんだな。ねえ、なんか二人して私のことを無視してない？シャリーは今のままでいいのさ。そう、シャルは今のままでいい。どういう意味よそれ。ローゼミアさん、この前の話の続きなんですけど。私が回収屋をしている理由ですか？だってローゼさんなら他に何でもできるはずなのに、なんでこんな変な、あ、っていうかちょっと珍しい仕事をしてるんですか？回収屋ってそんなに変なお仕事かしら。ごめんなさい、ロッテは別に悪気があったわけじゃなくてね。あら、お気になさらないで。私、素直な方は好きですもの。だから、あなたの類稀な純真さに敬意を表して、少しだけお話しして差し上げるわ。あ、ありがとうございます。私ね、昔、大切な人を事故で亡くしてしまったの。それはそれは、悲しい出来事でしたわ。でも、いくら泣いても、あの人は戻ってきませんでした。ですから私、せめて、彼の形見の品を探そうと思いましたの。それで、黄昏の海をさすらい歩いて、そのうちに、いつの間にかこんな仕事に落ち着いてしまったというわけですの。ごめんなさい。気軽に聞くような話じゃなかったんですね。あらあら、お気になさらないで。あの、その大事な人の形見っていうのは見つかったんですか？あの人は船乗りでしたの。事故に遭った船は今でも黄昏の海のどこかをさまよっていると聞きますわ。もしあなた方がその船を見つけたら、代わりに形見を探してきてはいただけないかしら。もちろんです。私絶対見つけてローゼさんのところまで連れてきます。感謝しますわ、優しいお嬢さん方。待たせたかしら。いいえ、私も今来たところですから。
あれ、ステラにミルカじゃない。二人でどこ行くの？うん、一緒にエスカさんのお店に行こうって約束してたの。エスカさんのところか。何か美味しいものあるかな？あると思うよ。私、ホムラさんに差し入れのお菓子でも買っていこうかなと思ってるの。あ、いいね。私も一緒に行こっかな。うん、じゃあ行こっか。よし、じゃあ出発。ミルカ、どうしたの？気が変わったの。二人で行ってくれる？え、ミルカさん？もう何言ってるの。ほら、行こう行こう。放っておいて。私は邪魔者なんでしょう。な、何よそれ。ミルカ、待ってよ。行っちゃった。ミルカ、ロッテ、今度はあっちに行ってみよう。ミルカ、なんか変だよ。なんで来たのよ。二人だけで仲良くしてればいいじゃない。今まで邪魔しちゃって悪かったわね。ミルカ、私、ミルカさんの気持ちちょっとわかるの。え？ミルカさんとロッテは二人だけの思い出をいっぱい持っているでしょ。それがすごく羨ましくて、ちょっと、その、悔しくて。そうなの？うん、本当に少しだけどね。でも、ミルカさんはその思い出を私にも話してくれたんだ。あの時、大事な宝物を見せてもらった気がして、すごく嬉しかったな。だから今度は私たち二人がミルカさんにいろんな話をする番だと思うの。ミルカさんは聞いてくれる？そういうことだったんだ。ごめん、ミルカ。私、ミルカもステラも本当に大好きで、だからすごく大切で。何それ、シャル。私もごめんなさい。お茶をしながらでいいの。教えてくれる？二人のシャリーのこと。ミルカ、うん、もちろんだよ。何から話そっか。ちょっとロッテ、落ち着いて。あれ、三人ともいらっしゃい。どうしたの？あ、エスカさん。ごめんなさい、店先で騒いでしまって。別にいいよ。さ、入って入って。ちょうどお菓子ができたところだから食べていってね。わー、ありがとうございます。私、お茶の準備手伝いますね。やった！行こう、ミルカ！ミルカちゃん、ミルカちゃん。私、あのね、友達ってリンゴのタルトとチョコレートケーキのようなものなんだよ。はあ？どっちも美味しいし、どっちがいいかなんて決められない。どっちも好きで、どっちが好きかなんて決める必要ないんだよ。それは違うと思う。この間はありがとう。へっへん。私の探してきたもの役に立ったでしょ。シャルだけの力じゃないでしょ。あんまり威張らないで。
っても一生懸命だったんですよ。ミルカさんのためにって。そういうこと。感謝しなさい。まあいいけど、役に立ってるのは本当だしね。おかげでだいぶ研究がはかどりそう。ミルカさんが今してる研究ってやっぱり前時代の文明についてですか？そう。いつまでも同じものの錬成ばかりじゃ飽きられちゃうから。かつての文明世界はとても優れた技術を持っていたの。その力を現代に応用したいと思ってる。うわ、すごい。まあまだ机上の空論なんだけど。でもそういう発想を持つことがまず普通はなかなかできないもの。そうやって常に向上心を忘れないミルカさんはすごいです。そうそう、私なんかミルカくらいの錬成の腕があったらそれで十分満足しちゃうもんね。シャルは向上心がなさすぎ、やればできるのにもったいない。本当？ミルカがそう言うなら頑張ってみようかな。よし、今日から目標は打倒ミルカだ。それは無理。ただいま。母さん、今日は調子いいの？ええ、おかげさまでだいぶいいわ。お薬がよく効いているおかげかしらね。あのね、母さん、ちょっと聞きたいんだけど、母さんに薬を持ってきた日のステラってどんな感じだった？どんなだったって、いつものように可愛らしいシャリーちゃんだったと思うけど。あの時私ステラと喧嘩してたんだよね。それなのにあの子は母さんのために。あ、私すっごく嬉しくって、喧嘩してたことも忘れて仲直りしちゃった。私って調子良すぎるのかな。そんなことないわ。シャリーちゃんと友達のシャリーちゃんも二人とも本当の友達だったから仲直りできたのよ。母さん、どんな時も信じられる友達っていうものは何よりもかけがえのない存在よ。ずっと大切にしなさい。うん、ありがとう母さん。あれ、ミルカさんはどこに行ったの？ミルカならあそこ甲板の上にいるの見える。本当、ユリエさんもあそこにいたのね。でもなんだか不思議、姉妹同士近くにいるのに何も喋らないのね。まあ二人ともベタベタするタイプじゃないし、あんなもんじゃないのかな。私は姉妹っていないからよくわからないんだけど。うん、私も。ただなぜか気になっちゃって、なんだか変なこと言っちゃってごめんなさい。気にしない気にしない、私とステラの仲だもの、隠し事はなしだよ。そうね。でもあの二人なんだかちょっとギクシャクしてるようにも見えるんだよね。昔はもっとよく喋ってたような気もするんだけど。こんなところで会うなんて珍しいですね。おお、シャリーちゃんたちじゃないか。君たちは環境調査か何かかね。関心なことだ。ハリーさんたちは何してるんですか？よく聞いてくれました。実はこの辺りにお宝ちゃんがあるって情報が入ってね。お宝ですか？どうかね、君たち。物は相談だが、少しばかり人手が足りなくてね。手伝ってくれたら謝礼は出そう。
どうかね。おっ、ノリのいいやつは嫌いじゃねえぜ。うわぁ、魔物がいっぱいいるし。さすがのレッツも玉切れだぜ。君たち、頼んだよ。そんな。どこからでも来い。あとはよろしく。よく決めるわよ。もしかしてあなた、ステラードの学校に行ったことで村と…そう見えるか。立ち入ったことだったら悪かったけど、あなたシャリーの大切な身内だし気になったから。教育っていうのも考えものだよな。そうか、見たくないものまで見えるようになることがある。そういや、お前の姉さん、お前のこと心配してるぞ。その話は聞きたくない。シャル、あなたたち聞いてたの？あ、たまたま通りかかったらばったりって。ごめん。別に。魔法使いって苦手なものないの？ギク、なんで私が魔法使いだって知ってんの？その格好じゃ誰だってすぐに気づく。そうかしら。おかしいわね。で、苦手なものはないの？そうね、大ババ様、いや、まあ無敵ね。そう。じゃあシャルのこと苦手で振り回してるわけじゃないのね。え？なんでそういう話の展開になるのかしら。だってあなた、シャルといると妙にから元気だから。頭は良くても年相応のおバカさんね。あんなまっすぐな子に慕われてごらんなさい。そりゃもう眩しすぎてどうしたらいいのかわからなくなっちゃうものよ。なんだ、照れてただけだったんだ。大人って変。でもよかった、シャルを騙してるんじゃなくて。ロッテ、愛されてるね。私何も聞いてないから。ロッテったら真っ赤になってる。よし、行くぞ。もう一丁。ロッテ行きます。もう一丁。お願い、
し行くぞ。もう一丁。乗っていきます。もうダメそうだよ。よし行くぞ。だよね。お願い。もう一丁。お願い。よく続くわね。あ、ディルベル師匠。だって私決めたんですもん。師匠に認めてもらえるまで頑張るって。まあ、あんたのそういうバカ正直なところは認めるにやぶさかではないわ。じゃあこれで空の飛び方を教えてくれますよね。ああ、それなんだけどね。ごめん、無理なんだよね。ほら、その、私とあんたじゃ相当流派が違うっていうか。そんな。だから、悪かったわ。あんたが無邪気に喜んでる顔見てると、なかなか言い出せなくって。ディルベル師匠。それでもウィルベル師匠は私の錬金術の師匠です。錬金術。あんたって本当に筋金入りのバカなのね。どういうことですか。まあ、そのバカな子ほど可愛いってやつよ。じゃあ私は戻るから。でも師匠が私の師匠なのは何も変わらないよね。しかし旦那も酔狂なことをするね。俺に任せて待っててくれればいいものを、わざわざついてくるんだからな。何を言うんだね、レイファー君。僕はこの貴重な体験そのものに対価を払っているんだ。自分が動かずに得られる対価などたかが知れている。冒険家を名乗る者の誇りに誓ってありえないよ。へえ、そんなもんかね。俺っちにはわからない世界だぜ。ねえねえ、ハリーさん、今の話本当ですか。何の話かな。ハリーさんはお金を払って冒険してるって。おい、なんたってハリーの旦那と来たら本当はお宝なんていらないくらい
すげえお金持ちの商人さんなんだからな。レイファー君、だからそれは完全なる誤解だと言っているだろう。誤解はともかく、お金持ちなのは本当なんですよね。大事なのはそこなんです。あえて言う必要もないと思って黙っていたが、いかにも僕はハリー商会の会長であるハリー・オルソンその人だよ。お金持ちであるなどという事実は今の僕にとっては些細なことなんだ。もっ、うん、一つ聞きたいことがあります。お金持ちになりたいんですけど、どうしたらいいんですか？あんたって本当に直球ね。構わんよ、お嬢さん。実に若者らしい可愛い夢じゃないかね。だが間違えてはいけない。お金はあくまでも結果であり、それ自体を目的とするようなものではないのだ。というと？お金を稼ぐことばかり考えてはいけないということだ。頑張って行動した結果、お金は貯まるのだよ。ふむふむ、なるほど。目先の欲に振り回されるのは良くない。一つ例を挙げてあげよう。たとえ売れ筋だからといって、同じ商品ばかりを置く店はすぐに飽きられてしまうだろう。確かにそうかもしれないですね。その点、うちの店では僕が各地から集めた希少な品々を取り揃えていたからね、人が集まるのも当然ということさ。さすがハリーさん、なんか言ってることがすごく心に響いてきます。まあ、優秀な店員がいれば上の人は楽ができるからね。ああ、もちろんそれも大きい。私は周りの人間にも恵まれていたからね。そうね、オーナーが物好きで変なものばっかり仕入れてきて困るみたいな愚痴を聞かされたりはしたけどね。まあ、それはあれだよ。常に変化を意識するべしという遂行なる姿勢であってね。そういえば、変なガラクタが増えすぎてお客さんの求めてる商品を置くスペースがないって話も聞いたわね。お客のニーズをつかむのは商売の基礎だと思うんだけど、お店の店員がやっぱり優秀だったのかしらね。お嬢さん、すまないが僕はちょっと用事を思い出してね。また次の機会にゆっくり話し合おうじゃないか。それじゃ失礼するよ。師匠、今の話って本当ですか？当たり前よ。あの人がろくに商売なんかできるわけないじゃない。相当周りの人に恵まれてたんでしょ。でもあれだけ好き放題やっててもなんか憎めないからね。他人に好かれる才能があることだけは認めておくわ。うん、それは確かにすごい才能かもですね。ねえロッテ、ちょっとこれ見て。どうしたの？またお宝発見しちゃったとか？そうじゃないの。これ近くに落ちてたんだけど。日記帳だよね。ええ、それで中を開けてみたらこんなものが挟まってたの。写真？別におかしくないよね。この日記の持ち主なんじゃないの？そうなんだけど、ここに写ってる女の人誰かに似てると思わない？ローゼさん？やっぱりそうだよね。うん、この顔間違いないよ。ローゼミアさんの
切な人。こうしちゃいられない。早く帰ってローゼさんに届けてあげないと。あの、私たちローゼミアさんにお渡ししたいものがあるんです。あら、私に？まあ、何をいただけるんでしょう。これ、とある船の中で見つけたんです。その、見てください。これを船の中で、ですか？その船は、一体どこに？サンドドラゴンの巣から、南の海域に、少し行ったあたりです。そう、そんなところにいたんですのね。私、本当はもう、少し諦めかけていたんですの。だって、あの人が亡くなってから、もうずいぶん長い時が過ぎたんですもの。あの人って、その写真に写ってた男の人ですか？ええ、とても、とても優しい人でしたの。魔法使いである私を、何の偏見も持たずに受け入れてくれた。だから私も、彼と共に生きよう。魔法使いとしてのこの長い命を捨てようと。けれども、その決意をするのが、少し遅かったのね。魔法使いであることをやめたのは、それからですの。どんなに強力な力があっても、大切な人を助けることもできなかった。そんな自分に、そして魔法使いという存在そのものが、これからは彼の形見の品を探すことだけに、残された長い年月を生きようと、そう考えていたんですの。でもまさか、本当に見つかるとは。この写真、ずっと持っていてくれたんですのね。ローゼさん。この世界に残る魔法使いは、もう多くはありません。おそらくもう、時代に取り残された存在なんでしょう。あの魔法使いのお嬢さんも、いつか、自らの進む道の険しさに、戸惑う日が来るはずです。どうかその時まで、あなた方も、見守っていてあげてくださいな。だって、魔法使いとは、孤独な生き物なんですもの。ミルカ、ミルカ、あなたちゃんと食事はしてる？心配しなくても平気だから。そう、私の装備品いつもありがとう。別に、怪我させるわけにはいかないから。怪我の心配なら。私は自分の身ぐらい自分で守れる。用があるからもう行く。あれ、ミルカ。なんだろう、機嫌悪いのかな。ユリエさん、ハリーさん、こんにちは。おお、君たちか。君たちと話していると自分の若い頃を思い出して、とても感慨深い気持ちになるものだね。やっぱり昔から活動的だったんですか？私はずっと村の中しか知らなかったので、ちょっと羨ましいです。
ハリーさんの若い頃か。なんか想像つかないや。どんな感じだったんですか？なるほど。ハリーさん？まさか体の具合が悪いんじゃ。いやいや違うんだ。心配させて悪かったね。そして素晴らしいひらめきを授けてくれたことに感謝するよ。私たち今別に何もしてなかったと思うんですけど。なに、君たちの疑問を聞いてね、自作のテーマがひらめいたんだよ。どんなテーマでしょう？うむ、それはこの僕自身なのだよ。豊かな知識、あふれる基地、そして何より未知のものへの飽くなき探求心。それらを兼ね備えたハリー・オルソンという人物がいかにして生まれたのか。そのことに気づかせてくれた君たちにはいくら感謝してもしたりないよ。気持ちだけありがたく受け取っておきます。そうだ、この自伝が駆け上がった暁にはまず君たちに贈呈することを誓おう。では楽しみに待っていてくれたまえ。ハリーさんの人生か。うん、あの人が考えてるのとは別の意味で。